自身の選挙パフォーマンスに見えてしまいます。解散などということについては全く言及しておりません。現時点ではお答えすることは控えます。内閣の自由な解散権については理論的な批判が出てきているところでございます。先ほど の,、うん、あの統一教会の解散命令請求じゃなくて首相の解散権なるものについてという話したいんですけれども、はい、教えてください。岸田さんとしてはあの人権力大好きなんですね、うん、今年3月にね福島で子ども政策会議っていうのがあって、うん、中学生からねどうして総理になったんですかって聞いたら、うん、その首相はねこう答えてるんですよ。日本で一番権限が大きい人だからっていうふうに答えてるんだけど、ねすごい答え方だ、ね、すごい答え方、うん、だから権力振り回すの好きなんだろうなというふうに思うんですけれども、この解散権っていうのはね、うん、まあ、ある意味で国権の最高機関たるその国会議員、まあ、衆議院議員ですね、全衆議院議員の首を一気に切れるので、うん、まあ、ある意味で首相でこれしかも解散権って首相の殿下の宝刀とか専権事項とか言われて、はい、まあ、ある意味で本当に首相が持っているまあ最高度の権力のうちの一つ で,、うん、でしかも嘘をついても構わないみたいなことまで言われてるんだけれども、うん、そうなんです。解散については嘘をついても構わないとか言われてるんですけれど、うん、しかしこう解散って本当にそんなにね、でしかも会見でニヤニヤ笑いながらちょっとね思わせぶりなこと言ったりしたじゃないですか。で今もまさに解散風を吹かしたり止めたりしてるわけじゃないですか、はい、で今回の統一教会の解散命令請求もその解散に向けた動きじゃないかなと言われてるんですけれど、うん、こんなにこう解散権ってものを振り回していいのかっていうところなんですけどね、これご存知の方多いと思うんですけれども、うん、憲法にね首相の解散権なんて明示した規定はないんですよ。そうなの？ないんですよ。で解散について書かれているのは、まあ明確に書かれているのはまあ2つ、まあ1箇所はね69条に、うん、要するに内閣は衆議院で内閣不信任案が可決されたり、うん、あるいは信任決議案が否決された時については、うん、その衆議院が解散するか、総辞職をしなくちゃいけないって定めてる。これ69条なんですね、うん、でこれがまあ基本的に1箇所あるだけで、うん、ただ一方であの憲法7条に内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為の一つとして衆議院を解散することと書かれていて、うんうん、これがまあ長年かけてその首相の解散権を根拠とされてきたんですね、うん、でこれ僕の知識だけじゃなくて足部信義さんっていう、まあ、亡くなってるんですけども、まあ、戦後のこう憲法学の大家って言われてた、はい、足部信義さんの憲法っていう本が岩波書店、これまあ司法試験なんかでも必ず必須のテキストになる本なんですけれども、うん、この足部信義さんの憲法っていうのを読んでみるとこう書いてるんですね。足部さんもこの現在ではこの7条によって、憲法7条によって内閣に実質的な解散決定権があるという慣行が成立しているんだ。慣行、そう で,、うん、でもただし、うん、解散っていうのはそれにふさわしい存在理由が存在しなければならないというふうに書いていて、うん、しかも足部さんこの本の中で具体的な事例も例えばですけど書いたんですね、うん、例えば、うん、丸1、衆議院で内閣の重要案件、例えば予算案などが否決された場合、うんうん、丸2、政界再編などによって内閣の性格が基本的に変わった、うん、まあ、例えば今で言ったら自公連立政権が自民と維新の連立政権に変わったとかね、うんうん、あるいは丸3、総選挙の争点ではなかった重大な政治課題、例えば新しい重大立法とか、うん、あるいは重要条約の締結とかね、うん、これに対処しなくちゃいけない場合、うん、それから丸4、内閣が基本政策を根本的に変更する場合などについては、はい、その、うん、まあ、解散もあり得ると、国民に信を問う解散っていうのも7条に基づく解散もあり得ると。ただし、うん、こうも書いてるんですね、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当であると書いてるんですよ、うんうん、でこれいつも解散はでもそうなんですよ、いつも党利党略の、いや、そうなんです。だから今見てみれば、うん、まあ、マスコミも悪いんですよ、書いてるのは、うん、要するに来年9月秋 の,、うん、その与党総裁選 の,、うん、その再選を睨んで、うん、いつ解散したら、うん、まあ、岸田さんにとって有利か、うん、はいはい、で与党は、まあ、いつだったら勝てるか、うん、あるいは少なくても大負けしないかみたいなものを言いながら、うん、減税だとか言ってみたりとか、うん、解散命令請求だとか言ってみたりとかしながら解散風吹かせて、うん、でそのたんびに、うん、まあ、与党も野党の議員も振り回されて、うん、右往左往して、メディアもいつ解散だいつ解散だって言ってるけれど、この憲法の規定とこの真足部さんの憲法っていう本のこの記述にその添えばね、それ自体も不当なんですよ。私さ、あの時にすごい強く思ったのは、あの国難突破解散って、あれってさ、だってそのミサイル撃ってくるのって今に始まったことじゃないし、うんうん、超少子高齢化も今に始まったことじゃないのに、大変じゃんみたいな感じになって、だからあれも安倍さん、まあ、だから安倍さんあたりから本当にその傾向
こう強まっちゃったんだけれど、うん、要するに理由、うん、だからその理由は後付けでいいと、うん、今やったら勝てる、うん、今やったら与党に有利だ、うん、あるいは今やったら政権の維持にとっていいみたいな時に解散をし、うん、理由は後付けで国難突破だとか、うん、その減税だとか、うん、消費税のなんかこうね、その増税したの、なんとかな、こう先送りを、うん、国民に判断を問うんだっていう理由は後でつけてくるんだけど、うん、そうなっちゃってる。そうそう、だから本来であればやっぱり解散っていうのは、うん、そんなその党利党略とか一方的な都合、うん、与党の一方的な都合でやるのはこれ不当なんですよね、うん、なのでやっぱりこの政府ってか首相の解散権っていうのは、うん、殿下の宝刀だとか専権事項だなんていうふうにマスコミも安易に書かないで、うん、なるほど、やっぱりこういうきちんとした理由があるからやるべきでしょっていうことも言わなくちゃいけないし、うん、さらに言うんだったら、うん、この解散権っていうものをね、うん、もう少し明確にどういう場合だったら解散ができるのかっていうような形で制約する、うん、あるいはこう、はい、もうちょっとこう基準をきちんとするような、うん、例えば法律であったりとか、うん、与野党のきちんとした申し合わせだったりを作らないと、うん、これだって与党が一番都合のいい時に解散できるようなことを繰り返したら、うん、それは永久に政権交代なんて起きにくくなっちゃうんですよね、うん、だからあれだよね、その解散しなくまでも、うん、解散風を吹かせただけで野党はね、うん、いつやられるんだと、うん、戦々恐々としてその準備を怠りなくみたいなことをしなくちゃいけないみたいな話になっちゃってるじゃない、うん、そうなんですよ。あとは与党内でも力の、うんうん、だから言いたいことを言う力の締め手とかにもさ、まあもちろんそれもあるよね。だから繰り返しますけれど、うん、その解散権っていうのは、うん、その確かに芦部さんのおっしゃるように、うん、今ではそれがその7条に基づいてね、うん、首相にあるいは内閣に権限があるっていうのは慣例化してるんだけれども、うん、しかしきちんとした理由がないと不当なんだよということを考えれば、うん、首相の専権事項だとか、うん、殿下の宝刀だとか、うん、首相はこれについては嘘ついていいんだみたいなものの言い方をね、うん、メディアはしないで、うん、首相解散に値する、うん、その正当な理由、うん、それほど重要なあなた大義は何なんですかということをやっぱり常に問いかけておかないと、うん、本当に好き勝手好き放題自分たちの都合で解散時期選んで、うん、後で理由なんかつけてきてっていうことが曲がり通ると、うん、やっぱり憲法のね、うん、メディアがやってもらいたい、野党がちょっとおかしいんじゃないかって言ったら、うん、お前ら腰抜けだなって言われちゃうんだからさ、あとあれだよね、うん、こう野党が突きつける不信任案みたいなことがね、うん、あってこうそっちの方に物事を運ぶのは分かる、うん、ただ今一党虚弱じゃない、うんうん、だから野党にその不信任案を出すようななんか力がなくなっちゃってるから、うん、余計解散権が総理寄りに、ね、なっちゃってるっていうのもある。ただ、うん、本当に解散っていうのは強調しなきゃいけないのは、うん、国民に信を問うっていうのは大切なことなので、うん、はい、その国民に信を問わなければいけないほど重要な、うん、あるいはその行政府と立法府がもう対立しちゃってどうにもならないみたいな時に、うん、この解散権っていうのは使う、うん、国民に信を問うために使うためのものであって、うん、与党が有利な時に言われるようなものではないっていうのだけは、うん、本当にその多くの方が理解しておかなくちゃいけないだろうなと思いますよね、はい、そうなればいいけどありがとうございます。吉澤さんでした。来週テレビ東京の篠原です。はい、政権の政策推進力にも関係することですので解散についてお伺いします。はい、与野党の間では岸田総理が今の国会で解散に踏み切るのではないかという見方が浮上しています。自民党の森山選対委員長や萩生田政調会長などは野党が内閣不信任案を提出した場合にはこれは解散の大義になるというふうな認識を示していますが、岸田総理は野党提出の内閣不信任案は解散の大義になるとお考えでしょうか。合わせて単刀直入にお伺いしますが、今の国会で衆議院を解散するお考えはありますでしょうか。はい、まず岸田政権は外交、内政の両面においてこれまで先送りされてきた困難な課題の一つ一つに答えを出していくことが使命だと覚悟して政権運営をしてきました。ご質問の解散、総選挙についてもこの基本姿勢に照らしていつが適切なのか、諸般の情勢を総合して判断していく、こうした考え方にあります。そしてこうした基本姿勢に照らして判断していくわけですが、今の通常国会、会期末間近になって、いろんな動きがあることは見込まれます。
まあ、よって、まあ、情勢をよく見極めたいと考えております。そして、現時点では、それ以上のことについて お答えすることは控えたいと考えます。以上です。不信任案は対比になると考えますか？それについて、現時点ではお答えすることは控えます。ここからは幹事社以外の方からご質問をお受けいたします。総理は昨日、予算成立後のインタビューで衆議院解散について問われましたが否定していません。そうするとこの間、日韓首脳会談、日独首脳会談、インド訪問、ウクライナ電撃訪問、予備費のばらまき、広島サミットの政治利用など自身の選挙パフォーマンスに見えてしまいます。我々はもちろん政権に対する対立軸をこれからも示してまいりますが、総理、国民に問う真は何ですか？まさか保身のための解散ではないですよね。伺います。総理大臣、まず解散などということについては全く言及しておりません。私が申し上げたのは、今統一地方選挙、それから衆参の補欠選挙、そして今目の前にある先送りできないさまざまな課題に取り組むこと、それに尽きると申し上げた次第であります。それ以上のことは考えておりません。はい、青柳君。はい、それではですね、特措法の質疑に入ります。それでは次に、今国会で の諸課題のについて、総理はどのように考えているかということを伺いたいと思うんですが、今国会ではですね、現在62本の閣法が審議されており、14本が衆議院を通過し、48本が審議中未付託となっています。そうした中、報道等では、岸田政権の支持率が回復をして、岸田総理も自信を深めていることから、早期に衆議院を解散しようという、自己都合の解散論がささやかれていると報じられています。その点、先ほど青柳議員からも質問させていただきましたが、明確に否定されておりません。で、その中で総理、あなたは総裁選で掲げられていた令和版所得倍増も子ども関連予算もまだまだ倍増の実現はなされておりません。そうした中でですね、防衛増税の負担だけ押し付けての解散、こういったものは国民の理解が到底得られるとは思えません。その中でもし仮にそんな暴挙が行われたならば、もちろん私たち野党はきっちりと政権を交代をさせていただき、真に国民のための政治をやっていく覚悟を持っておりますが、総理、確認をさせていただきたいと思いますが、あなたは今衆議院の解散を考えていますか、いませんか、イエスかノーかで明確にお答えください。岸田総理大臣。はい、まずイエスかノーかということですが、今衆議院の解散考えておりません。おっしゃるように、今防衛力の強化ですとか、あるいは、エネルギー政策の転換ですとか、あるいは子育て政策ですとか、先送りできない課題、これにしっかりと向き合い、そして今国会で議論が行われておりますので、説明責任を果たしていく、これに、尽きると思っております。こうした政策にしっかり取り組んでいく、衆議院の解散権は、総理の専権事項でありますが、まずは今こうした政策に取り組むことが第一であると考えております。渡辺君。ぜひ総裁選でお約束した政策というものを、国民が期待しているものをしっかりと実現をしていただきたいと思いますが、私の方からは内閣の衆議院解散権についてお話をさせていただこうと思います。憲法が制定された当初は、衆議院に自律解散権があるのか、また解散権行使のための条件はいかなるものかをめぐり、国会実務でもまた学説でも激しい議論が交わされたところでございました。しかし現在では、皆様もご存知のように、衆議院に自律解散権はないと理解されております。また内閣が解散権を行使できるのは、内閣不信任案が可決したケースに限られず、解散の大義があれば内閣の自由な判断で解散権が行使できるとする、いわゆる七条解散説が実務上定着している状態かと思われます。また学説を見ましても、七条解散を違憲とする憲法学説はさほど多くないと言われております。もっとも近年学会では解散権をめぐる議論が再び活性化してきており、解散権の行使に何らかの制限をかける解釈ないし憲法改正を行うべきとの議論も増えてきているところでございます。議論が活性化するきっかけとなったのは、2005年のいわゆる郵政解散でありました。衆議院で可決
した郵政民営化関連法案が参議院で否決されたことを理由に小泉内閣が衆議院を解散いたしました。重要法案を可決した側、すなわち内閣の意向に沿った側である衆議院が解散されるという事態には違和感を禁じ得ないものがありました。その合憲性や立憲性について、学会でもそれを受け、議論が重ねられてきたところでございます。また、2014年の解散についてもかなりの任期を、残した時点での解散であり、また、首相が示した解散の理由が、増税先送りの是非を問うから、いわゆる経済政策を問うというふうに変遷するなど、その説明が明確でなかったために、恣意的な解散権の行使ではないかという議論が提起されたところでございました。さらに日本の実務から離れ、世界の議会の解散権制限の動きなどの検討からも内閣の自由な解散権については理論的な批判が出てきているところでございます。つまり、ドイツではボン基本法の制定された1949年当初から、またイギリスでは2011年より、内閣の解散権を明文で、憲法または法律で制限をしているところでございます。その理由は、内閣に自由な解散権を与えた場合、例えば政権に不利な統計が発表される前の段階や野党の選挙の準備ができていない段階など、与党に有利なタイミングを選んでの党利党略での解散が横行する可能性があり、何らかの歯止めが必要だと考えられたものと、それが主な主要要因であるというふうに考えることができます。そこで解散権を制限すべきか否かを検討する前提として、そもそも衆議院の解散権とは何のためにある制度なのかということを検討してみたいと思います。君主制の時代、あるいは君主主権と呼ばれる時代にありましては、君主が国民代表たる議会に圧力をかけるために解散権を行使するという時代がありました。昔の君主主権の時代においては、議会の解散権は議会に対する君主からの懲罰という色彩があったという指摘もあるところでございます。しかし、現在の国民主権原理を採用する、現行憲法下における解散権は国民全体のためにより民主的な政治決定を行うために行使されるべきであることは論を待たないと思われます。この観点から議会の解散には大きく分けて2つの機能があるとされております。すなわち、第1の機能は内閣と議会が対立した場合、主権者国民にその対立の裁断をしてもらう、そうした機能でございます。内閣と議会の対立については内閣不信任案が議会で可決された場合や信任決議が否決された場合、あるいは内閣が信任をかけた重要法案が否決された場合なども含まれます。こうした場合に内閣の方針に沿う議員を選ぶのか、それとも議会の方針に沿う議員を選ぶのか、その結果によって国民に裁断を下してもらうことができるというのが解散権の機能であります。また解散の第二の機能は国政選挙で問われなかった重要な争点が新たに選挙後に発生した場合に国民の意思を明確にするために国民投票の代替として選挙を実施する機能です。これは内閣と議会が必ずしも対立していない状態であっても、これまで民意の示されたことがない重要な論点が発生した場合を想定したものであります。解散にこれらの機能があることからすれば、内閣と議会の対立が生じた場合と、重要な争点が発生した場合には解散の大義があると言えるものと思われます。その他に、内閣の基本的性格が変更された場合や、選挙法の大改正が行われた場合、あるいは、任期満了が迫っている場合など、そうした場合には解散を認める大義があるという議論もあります。しかし、これらは今申し上げました2つのいずれかに、突き詰めれば分類可能ではないかというふうに思われます。では実務を離れて現行憲法の条文を見たときに、どのような場合に解散権の行使を認めているのが認められるか、という点について、解釈をしてみたいと思います。皆さんもご存知の通り、憲法が明示的に解散権の行使を想定しているのは内閣不信任案が可決された場合ないし信任決議が否決された場合の憲法69条のみであります。この文言から解散権の行使は69条の場合に限られるという見解解釈にも一定の支持があるところでございます。しかし他方で、学説の多くは憲法7条の文言または議員内閣制という制度を理由に解散権の行使は69条の場合に限定されないとの見解も採用しております。こうした69条非限定説を取る学説も純粋な党利党略での解散など大義のない解散まで合憲と評価しているわけではありません。もっとも、憲法には解散権を制限する手がかりとなる文言がありません。このため学説は前例や最高裁判例の積み重ねにより解散権を制限する慣行や判例、修律を形成すべきと指摘をしてきたところでありました。しかしながら、残念なことに冒頭に挙げた解散実務の前例を見る限り解散権行使を制限する慣行や修律が確立されているとは評価しがたく、また最高裁は解散権行使の合憲性について判断を先
避ける態度を取っているのも皆さんのご存知の通りのところでございます。このように解散権の行使を限定する慣行や習律が十分に形成されなかった歴史を踏まえると、現状何らかの対応を取るべき必要があると思われます。それには2つのアプローチがあるというふうに考えられます。まず第1は、現行憲法を前提とした上で、解散権の行使について法律で手続き的な限定をかけるものであります。諸外国の憲法を見ても解散権を行使する場合に議長の意見表明の手続きを設けたり、解散権発生の引き金のたる内閣信任の動議から採決までに一定の時間を空けることを要求するものがあります。現行憲法下で解散の前例が慣行や習律を形成できなかった一因は、内閣が解散の理由を議会で丁寧に説明したり、公式の解散理由を文書化し明確にする手続きがなかったところに大きな原因があるというふうに思われます。法律で解散権を行使する場合には、解散の宣言から解散まで一定の時間を置き、衆議院で解散理由についての審議を行うなどの手続きを設ければ、少なくとも解散理由が不明確なまま総選挙に突入するという事態は防ぐことができるように思われます。こうした法律を作る場合、解散権の行使を法律で制限することは合憲かということが問われることになりますが、この点、もともと憲法7条は内閣に完全に自由な解散権を認めているわけではなく、合理的な制約を法律で設けることは許されるという憲法解釈に立つのであれば、こうした法律に違憲の疑いは全く生じません。また仮に憲法が内閣に自由な解散権を与えているという解釈を取ったとしても、今述べた法律は内閣の解散権それ自体を制限するものではなく、慎重な手続きを要求するだけのもので、憲法違反とは評価されないものと思われます。実際憲法が国家機関に与えた権限を法律で手続き的に制限をする、あるいは慎重な手続きを設けるというのは様々な例があるところでございまして、国会が立法を行う場合に国会法上の手続きを踏む、これは当然のことでありますし、最高裁が判決を書く、司法権を行使する場合、あるいは違憲立法審査権を行使する場合に、裁判所法や各種訴訟法の手続きを踏むということも、これもまた当然のことであります。内閣の解散権についてもこれと同様な考えに立ち、その手続きに慎重な、歯止め、手続きを設けることは、憲法の理念を実現するためにも、全く問題がないのではないかというふうに考えられます。憲法審査会の任務は憲法改正そのものについての検討だけでなく、憲法の理念を実現するための制度の整備についての検討も当然含まれていることと思われます。衆議院の解散権の議論を行うのであれば、ぜひ法律による解散手続きの整備についてもご検討いただきたいというふうに考えております。次に、解散権に合理的な制限をかける第2のアプローチとしては、現行憲法を改正し解散権の行使条件を明文化することが考えられます。そのための手法として分かりやすいのは、先ほど触れました通り、ドイツのボン基本法やイギリスの議会任期固定法のように、解散権の行使を限定する文言を設けることであります。ドイツのボン基本法におきましては、首相が提出いたします首相の信任決議、これが否決された場合にのみ解散権が行使できるとされておりますし、イギリスの議会任期固定法においては、基本的には不信任が可決された場合にのみ解散ができるということが決められているわけであります。もっとも、このようにいわゆる日本国憲法69条型のみに解散権の行使を制限いたしますと、解散が国民投票の代替的な機能を果たせなくなるという問題は生じることと思われます。ですから、もしも69条型の解散に限定をするのであれば、それと合わせて内閣や国会が重要案件を国民投票に諮る手続きなどを導入することも検討に値することと思われます。国民投票への諮問手続きは、解散のない参議院と内閣の意思が対立した郵政解散のような事態の調停、あるいはイギリスにおける EU 離脱問題のように、与野党各政党の内部でもそれぞれに深刻な意見対立があり、政党単位での意思決定を、主な意思決定の手法としております解散総選挙ではうまく意思決定ができない場合の決定手続きとしても機能することがあります。この点では国民投票制度は非常に魅力があり、検討に値する制度と思われます。ただし、国民投票制度を導入する場合、その国民投票の結果にどのような効力を持たせるのかについては、国会を唯一の立法機関とする憲法41条との関係が大きな問題となります。国会や内閣を拘束するようなものにするのか、それとも諮問的なものにとどめるのかなど、日本国憲法の統治機構の根本的な部分に関わる議論が必要となり、この点について合意を得るのはかなり大変かとは思われますが、しかし解散権の制限
限の場合には合わせて検討に、をすべき制度であろうとは思います。まあ、以上のように党利党略での解散を抑制するために解散権には何らかの制限をかけていくことが合理的と考えます。以上、解散権についての意見陳述を終えたいと思います。ありがとうございました。次に永井参考にお願いいたします。